管理者の部隊とみられる正体不明の機動兵器が現れた。これまで確認したことのないタイプだ。これの撃破を依頼する。敵は単独だが MT とも AC とも異なる圧倒的な性能を持った大型機だ。我々の部隊では市街地に近づけないだけで精一杯だった。目標は現在封鎖されたセクション732にいる。あそこは以前地殻変動によって隔壁が破壊され流れ込んだ大量の水によって水没している。落下には十分注意してくれ。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。